いよいよ本格的に始まった月見グルメシーズン。 X で新商品の画像を見て美味しそうだなと思って来ました。毎年月見の月見を楽しみに。秋の風物詩として定番となった月見シリーズのバーガーが続々と発売される中、今日からマクドナルドは定番の月見バーガーに加え、新作の芳醇ふわとろ月見など史上最多の10商品を販売します。そんな月見バーガーを愛してやまないという人が、月見バーガー本当に気づいたら好きだったという感じなので、息をするように好きだったっていう感じですね。話を聞いたのはマクドナルドの月見バーガーファン歴15年という女性。なんと去年だけで100個以上、これまでに1000個以上の月見バーガーを食べてきたといいます。月見バーガーがある人生本当に幸せだなって思っているので、人生以上の何かですね。もう本当に月見バーガーと添い遂げたいと思っているので、本当推し活ですね。そんな月見の波はバーガー以外にも。世の中の話題性がある月見商戦っていうのを生かして、鍋のシーズン到来をいち早く感じてもらいたかったから、今回月見鍋っていうのを販売しました。名物のうま辛な鍋が人気の赤からが今年から月見商戦に初参入。赤から月見鍋という商品を発売いたします。赤から鍋にたっぷりのメレンゲと卵黄を自分で乗せて完成させるインパクトある商品です。そのお味は、この鍋の辛さとふわふわのメレンゲがマッチして美味しいですね。初めて食べる食感です。他にも続々と月見商戦に参戦する企業が。今年の月見商品の特徴は、そしてなぜここまで広まったのでしょうか。今押さえておきたいニュースを深掘り、ニュースわかるまで解説です。本日解説をいただくのはこの方です。食のトレンドに詳しい月見文化研究家、渥美舞子さんです。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。本格的にいよいよスタートしました秋の風物詩月見挑戦なんですけれども、皆さんちょっとね、テンション高いなっていうことは分かるんですけど、まずはいろいろなメニューが出てますんで、まだ食べちゃダメですか。まだちょっと食べる、もうほら手元にあるわけですよ、はい、マクドナルドさんでは、ね、定番の月見バーガーに加えて今年は新作出てます。芳醇ふわとろ月見バーガーというものがあります。特徴としてはふわとろで目玉焼きに加えまして、はあ、スクランブルエッグ風フィリングのバターが香る芳醇な味わいと滑らかな食感が楽しめるというものなんですが、はい、今日は皆さんに特別に用意しました。もういいの、他の紹介終わらなくてもいい。もう我慢できないから、まず食べてください。ありがとうございます、はい、すいません、本当にありがとうございます、ということなんですね。うわー、もういい香り、バンズの色いいね、これですね。ちょっと黄色くなってますが、うん、どうぞ進めていただけると。ちょっと待ってください。いただきます。なんて、いただきます。さあ、小室さんがガブリと。うまい。いい顔すんな。もうバターが芳醇香ってますよ。やらか。どうですか、谷原さん。ふわふわ。ふわふわ。矢沢さんどうですか。おいしい。おいしい。風間さんいかがでしょう。いや、味のまとまりが、ね、すごくいいんですよ。すごくいいですね。と思いました。ネクストレベル。今までになかった食感ですね。ないない、うん、バンズが本当にですね。ね、ね、そして、うん、冷静な表情、若狭様いかがでしょう。いや最高。最高。チーズがいい、うん、ということなんですね。本当に皆さん工夫凝らした商品ということなんですけど。食べた
私ね食べてないので、あの言葉だけではこうイメージしながら。すごい美味しいよ。本当ですか。じゃああとちょっと取っといてもらっていいですか。ちょっとすみません、今あのニューノーマルの時代なんで、もうこういうの。ごめんなさい。知ってます。美味しい。他にもね月見いろんなメニュー出てるんです。例えばファーストキッチンでは、うん、月見もっち照り焼き生姜バーガーということで、うん、カツオと昆布の出汁が効いたつゆにくぐらせたもっちもちの揚げ餅とふわふわ卵がポイント。ボリューミーですね。これも美味しそう、うん、あとはケンタッキーではとろーり月見和風チキンカツバーガー具沢山タルタルが新発売です。タルタル、こちらはチキンカツにとろーり目玉焼き風オムレツが乗っているというもの。そしてロッテリアでは和風で攻めてきました。和風半熟月見絶品チーズバーガー、玉ねぎ生姜ニンニクなどの風味豊かな和風照り焼きソースが特徴。照り焼き合うんですよ卵と。合うんですよね。今日テンション高いなということなんですね。あの厚美さん、今年の商戦どこに具体的に注目をされていますでしょうか。そうですね、はい、あの各社卵の商品たくさん出てるんですけど、やっぱりふわふわっていう食感とか、あと味付け、うん、そういうふうなところでどういうふうにバリエーション出していくのか注目したいですね。なるほどね。あの谷原さん、はい、美味しすぎますよね多分。もう完食しそうになってません。最後の一口いただいていいですか。早い1個バーガー食べるの、うん、ということで皆さんの心を掴んで離さないこの月見というものなんですが、生まれたのはいつぐらいなのか、歴史を遡っていきますと、実は33年前、1991年、マクドナルドで初登場いたしました元祖月見バーガー、これが290円だったということなんですね。開発のきっかけです。そもそもバーガーに入っていて嬉しい食材なんだろうって調べたところ、やっぱり卵が人気だったと。はい。じゃあ卵が出回る時期っていつなのか、うん、安定して供給されるのは、ね、秋だったそうなんで、そうなの。じゃあこの卵を使ったバーガーの商品出そうと、うん、問題は名前ですよ。当初開発メンバーは卵だけでは芸がないということで、ベーコンとかチーズを入れてベーコンチーズエッグバーガーでどうだろうか、それもいいねということにしたんですが、この商品を食べた当時の社長藤田さん、こんな一言を言いました。何ですか。食べてこれは月見バーガーや。やっぱり見た目からして、まあ、大阪の方だったということなんですけれども、月見バーガーやという一言で商品がここから月見バーガースタート。さすが伝説の藤田伝さん。その通りでございます。素晴らしい。はい。で、こよなく愛するファンもたくさん全国にはいらっしゃいます、うん、ファン歴15年の女性です。この方はこれまで15年通算月見バーガーを食べた数が実に1000個以上。すごいですね。で、月見バーガーってだいたい1ヶ月半ぐらいの期間限定だったりしますんで、この方はなんとこの期間中は朝昼晩すべて月見バーガーで行くと。はい。まあ、1% サラダなどは食べるそうなんですが、驚くべきこと他にも、期間中何をするのか、必ずすることとして部屋の掃除をまずします。加えて冷蔵庫の中身を空っぽにします。なぜならば月見バーガー以外は食べないんだという意思表示。月見バーガーに対して、はい、失礼になっちゃう。あとはここに物を入れておくと腐らせてしまうこともあるから、あ、食べない、結局月見バーガーしか食べないからということですね、はい、ということですね。なるほどね。なぜそこまでして食べ続けるのか、理由があります。売られなくなってしまうと困りますので、私が毎年買い続けているんだと。なので今日は有給を取って月見バーガーを食べるんだと。お休み取っています。昨日は眠れなかったそうです。推し活なのね。はい、すごいですね。そういうことか、そんぐらい好き、はい、しんちゃん、はい、これなんで月見バーガーって食べたくなっちゃうんでしょうね。そうですね、みんな大好きですよね、やっぱりね。中秋の名月が近いですよね、うん、そうね。なんかあの生まれた時から人ってやっぱ丸、うん、まん丸に、うん、あの安心感と落ち着きを覚えるみたいですよ。確かに、ね、もう昨日から小室さんがもう月見バーガーでテンション上がっちゃって。うわーですよ。谷原さん、あそこのが美味しそうですよっていう話をずっと、もうすぐ始まりますねなんつって、はい、やっぱりこう月見バーガーの季節がお月見こう見ると、はい、秋が来たって感じがするんですよね、うん、そのワクワクも一緒にこう秋への楽しみが、うん、この月見商戦への楽しみに変わってる気がします。季節を感じる、うん、なるほどね。で、今バーガーをお伝えしましたが、世の中はバーガーだけじゃございません。ないの。月見商戦はいろんなところに波及しています。例えば吉野家でも月見メニューって出てるんですね、うん、月見牛とじ丼、あとは月見牛とじ御膳、うん、その他にも
チーズ月見牛とじ丼ですとか、ネギラー油月見牛とじ丼が出ています。それ行くしかないじゃない。行くしかない。麺も出てます。あの丸亀製麺です。大好き。はい、ね、焼きたて牛すき釜玉うどんですとか、これは新商品、粗挽き肉チーズ釜玉うどん、でこれに関して言うと、うん、カルボナーラソース、粗挽き肉、特製デミグラスソース、チェダーチーズに卵黄を合わせた濃厚な一杯上がやっぱり具沢山なんですけれども、丸亀製麺さんというとやっぱもっちもちの麺が特徴、ね、非常に絡み合って濃厚で美味しいということだそうです。これも厚みさん、やっぱ月見商戦の月見になるんですかね。そうですね、卵を使っていったらやっぱり月見というふうな形で紹介されてますね。あ、はい、これあの海外でもこういう日本のお月見商戦みたいな、月見なんとかみたいなってあるんですか。あ、そうですね、ありますね、まあ、中国だと月餅があるので、もうそこを中心に展開されてますね。へー、はい、なるほどね。もっと世界に広がってもおかしくないかもしれない。アメリカではじゃあ月見バーガー売ってないんですかね。あ、確かに。あ、はい、アメリカだとちょっとお月見がアジア圏、東アジア圏の文化になっていて、アメリカだと結構満月怖い対象になってたりもするので。なるほど、はい、ドラキュラみたいな。そうか、ドラキュラみたいなね。あと他にもね、ピザなんですけどね、ドミノピザ、はい、こちらでは4種の味が1枚で楽しめる月見クワトロ、これが出てるんですけれども、月見クワトロ自体は去年もありました。ただ今年大きく変わったのはこの丸一番の部分、月見バーガーピザという味になりました。バーガーってついてるんですね。そうなんです。どういったものなのかというと、ビーフ 100% のパティにスモークベーコンが乗っている。なぜこれを作ったのか、月見といえばやっぱり月見バーガーというイメージの方が多い、そういった方が多いので、ピザ屋さんとしてもピザ店としてもぜひここ挑戦したかったということで、月見バーガーピザを作ったと。どういうふうにバーガーになってんの。だから味わいとしてそれに近いものが再現されているんではないでしょうか。ビーフパティですね、はい、このパティというあたりですね。あ、そういうことか、この部分食べたらこの中で、甲虫でバーガーバーガーになるという、そういうことね。はい、すごい。これ厚見さん、これ月見商戦もなんかどこまでも広がっていくような感じもするんですけど、きっかけとか理由って何かあるんですか。そうですね、やっぱりきっかけはコロナ禍の影響で、大きな秋商戦だったハロウィンが、まあ、若干落ち着き始めたっていうところもありまして、まあ、そういうふうなところから秋の始まりとしてのお月見に注目が集まっているっていうところがあります。ということですね。ただしかし、月見といえばやっぱり主役は卵、価格の優等生とも言われていますが、ちょっと、去年あだコロナですごい上がったじゃないということですね。で今もやっぱり少し上がってきているんです、こちらが M サイズ1キロあたり平均卸売価格が昨日時点で250円、9ヶ月ぶりの高値なので、これ担当の方なんですが、ここ数年秋の卵の価格が上がる傾向があるんだと。大手外食チェーンの需要が高まる時期なので、相場はもうちょっとこれ上がっていくんじゃないのということではありますから、とはいえ価格転嫁しっかりしているということを考えると、やっぱり消費する我々も理解をしながら大切にありがたく食べていきたいなという感じしますね。でもこれ風間さん、月見だと多少上がっても食べちゃいますかね。卵が加わるとなんかちょっとワンランク上っていうか、はい、プチ贅沢感が出るじゃないですか、はい、行きたいですね。行きたいですよね。